ホランドはアメリカ海軍で最初に収益した潜水艦。艦名は艦の発明者、ジョン・フィリップ・ホランドにちなんで命名された。ホランドは当初、ホランド6の艦名で1897年5月17日にニュージャージー州エリザベスのクレセント造船所で寄港した。作業はジョン・ホランドの会社として知られるのため、ルイス・ニクソン造船所で行われた。 艦は設計者のホランドと、クレセント造船所の主任技師、アーサー・レオポルド・ブッシュの監督のもと建造された。ホランド6は、同級で最初に成功した艦であると考えられ、その成功は、エレクトリック・ボート社の創設につながった。艦は続く数年にわたって改良が行われ、1900年10月12日に、艦長ハリー・エイチ・コールドウェル中尉の式下、ロードアイランド州、 ニューポートでアメリカ海軍に収益、ホランドと改名されたホランドは、アメリカ海軍で最初に収益した潜水艦で最初の看板号を持つ艦であるが、海軍によって所有された3番目の潜水艦である。最初に所有された潜水艦はアリゲーターであり、2隻目はインテリジェントホエールである。1900年10月16日にホランドは、 タグボートのレーデンに栄光されてニューポートを出港しメリーランド州アナポリスのアメリカ海軍兵学校で主艦候補生や艦隊のために建造されている他の潜水艦を運用する貸し艦兵の訓練を行う。ホランドは建造あるいは設計中の潜水艦のデータを収集する実験に有用であることが証明された。ホランドは1901年1月8日から10日にかけて アナポリスからバージニア州ノーフォークまで水上航行を行い長時間の運用におけるパフォーマンスに関するデータを提供した。1901年6月15日から10月1日までニューポートの海軍水雷ステーションで士官候補生の訓練に使用された機関を除いてホランドは1905年7月17日までアナポリスで訓練に使用された。 ホランドはノーフォークでその経歴を終え、1910年11月21日に除籍された。ホランドはペンシルベニア州フィラデルフィアのヘンリー A、ヒンターサンズ社にスクラップとして100ドルで1913年6月18日に売却された。同社は艦が解体され船として使用されないことを保証するため5000ドルの契約を要求された。ありがとうございます。